無益な血は流したくない。引いてくれ。わしのためにしっかり働いてもらうとするかの。滅する。ダメなの。準備はいい？避けて通れぬなら切る。命が惜しくば毒が。わしのためにしっかり働いてもらうとするかの。滅する。はいい？この機を逃すな。畳みかけるぞ。まかり通る。これで決めるよ。行くぞ。ラージェン様は気になりませんか？なぜこの時期に辺境地へ出征しようなどと陛下が申したのか。いつかはなさねばならぬこと、その時が今ということなんだろう。メルヒオル様がお連れになったあの方がいらしてから陛下はお代わりになられました。これが偶然の一致でしょうか。さあ、それは。それにラーゼン様も辺境地への出征には反対していたはず。国は一つにまとまってこそ力を発揮するもの。個人の感情に流されてばかりもいかぬ。何事にも痛みはつきもの。痛みを恐れていたのでは国が成り立たぬようにな。その痛みはグリダマスのですか？それとも辺境地に住む罪のない人々のですか？豊かな生活を送りたいと考え、そうなるために努力する。それは素晴らしいことです。けれど、それが他の犠牲の上に成り立つものであれば、それはどこか歪んでいるのではないでしょうか。この度の出征も、エルフやシリアムなど、多種族排他の流れを受けてのもの。それは、民が望んでいるからに他ならぬ。では、なぜそのように民が望んだのでしょう。未開の地のこと。普通に暮らしているだけでは彼らが危険であるとなぜ知り得ましょう。彼らは危険で戦わなければならない相手なのだと民は本当に考えているのでしょうか。ラージェン様、私に力をお貸し願えませんか。それはできぬ。個人の考えがどうであれ、すでに決定したことなのだ。兵は詩人としての考えを持ってはならぬ。一人一人の思惑で勝手気ままに動いていたのでは軍は機能せぬからだ。それは国も同じ。全ては民意の上に成り立っておる。王の意は民意の具現であり、民意とはより多くの相違をもとになるのだからな。わかりました。ここの守りはラージェン様にお任せしてもよろしいでしょうか。どうするつもりだ。私の手勢だけ連れて先にゼルザガントリでまで参らせていただきます。よろしいですね。好きにするがよい。ありがとうございます。
では準備がございますので、これで失礼させていただきます。エレイン殿、わずかな手勢だけで何ができますか。何事もなす前よりこうと決めつけてしまっては、それより先へは進めません。私は自分の信じる道を参ります。たとえラージェン様と剣を交えることになろうとも。あの頑固さは父親譲りだな。エレイン殿、気をつけていかれよ。てもらおうか。ダメなの。この機を逃すな。畳みかけるぞ。情けはかけぬ。一緒に踊ってみる？楽しませてもらおうか。これ立ち止まるわけにはいかない。我のすべては、これが私の選んだ道だ。もう私にもこの程度で。楽しみましょう。滅する。さて、楽しませてもらおうか。準備はいい？この機を逃すな。畳みかけるぞ。ダメなの。守って守ってばかりじゃダメ。無益な血は流したくない。ヒーデ。滅する。
はいい？この機を逃すな！畳みかけるぞ！遅いね。滅する。この辺りまで来れば大丈夫じゃないのか？確信でもあるのか？いや、別に。ただの勘だな。誰のせいだと思ってるんだ？もう少し考えてから物を言え。ほんと、ユーリアちゃんはそのきついところがなければいい女なんだけどな。あんたも。その軽いところがなければほんの少しだけまともになるだろうね。ごもっともで。どうするの、レオ？そうだな、腕輪がある限り居場所が分かってしまうのならこれでも根本的な解決にはならないけど、少しは時間を稼げたんじゃないかしら。町は迂回したし、十分とは言えなくても距離は稼げたでしょうし、リグルスへ戻れば軍の保護も受けられるし、そろそろ頃合いかもしれないわね。どうする、お主次第じゃぞ。いや、もう少しだけ様子を見よう。どの道ここまで来ればどちらに進んでもそれほど距離は変わらないだろう。街道に抜ければそこで情報を入手することもできるだろうし。じゃあ行きましょう。さてと、今日はこの辺りで野営するとしよう。はあ、やっと一息つけるよ。疲れた。お疲れ様。エリスはまだ小さいのによく頑張るね。それはレオがいるから。ううん、みんなといると辛いことより楽しいことの方が多いから。ういのじゃが、見た目に反して弱音一つ吐かず、けなげな姿は何ともいじらしいの。褒められてるのかな。ちょっと照れくさいな。私も丸一日歩き通しだったから疲れちゃったな。ルアナもお疲れ様。それだけ？どうしたのかい？機嫌が悪いようじゃの。もしかしてお主も褒めてほしいのかい？はあ？何言ってるんだ？そんなわけないだろ。くだらないこと言ってないで早く野営の準備をしろよな。怖いよ、ボーグナイン。私はご飯の用意でもしよっかな。ねえレオ、手伝ってくれない？ちょっと待てよ、こっちだって手が足りなくて大変なんだ。レオ、手を貸してくれないか？男手が必要か。
すまないルアナ、また今度手伝うから。ヒューリアに強く言われて怖くなっちゃったのかな。レオって意外とお嫁さんにお尻に敷かれるタイプだったりしてなんて冗談だけどね。ほら早く行かないとまた怒られちゃうよ。二人とも仲良くしてね。お尻に敷かれるタイプって俺が？そうなのかフューリア。そんなこと私に聞くなよ。いいから早く一緒に来る。いろいろとやることあるんだから。よしと、とりあえずこれで休めるな。しかし感心するよな。何が？大人でも辛いのに幼いエリスが疲れた顔も見せずよく頑張ってるなってね。またエリスのことか。ついてきているのは本人の勝手だろ。それにボーグナインだっているじゃないか。まったく、さっきからエリスエリスって何なんだ。どうしてそんなに怒ってるんだ。子供じゃないんだし少しは落ち着いて。そうだ、子供といえば聞きたいことがあるんだ。なんだよ。フューリアにも子供の頃があったんだよな。何言ってるんだ。生まれた時からこんなだったら私がびっくりするって。そうだよな。なんだか想像がつかないけれど、ゼルバにも子供だった時があるわけだ。当然だろ。多分。多分？物心ついた頃から兄さんの外見は今とそう変わりはなかったんだよ。成人までの成長の速さは人間と大差ないのかな。そういうものなのか。そういえばゼルバって今何歳なんだ。兄さんは確か166歳だったかな。だいたい私の2倍近く生きてるんだよね。え？ヒューリアって俺より年上だったのか。きり俺より年下だとばかり。今のはなし。シリアムにしては全然若いんだからな。シリアムなんだか当然といえば当然か。けどそうなるとフューリアは人生の大先輩ってことになるのか。分かったら少しは敬ってもらいたいもんだね。だからって年齢のことは誰にも言うなよ。了解しました、上官殿。分かればよろしい。